今ね、動画ね、書き出してる間にね、ちょっと、分解したっていうか、後ろの蓋外して、状態としては、さっきの上のさ、ちょっと見せられるかな。この、なんか、あんじゃん、このボタンね。これがね、ちゃんと閉まんないと、ずっとオープンの状態で、なんか、操作受け付けなくなるわけ。オープンの状態じゃ、ね、レーザー出せないから。だから、クローズにするためには、なんか、さっきの針金みたいな、ちょっとどっか行っちゃったけど、針金みたいなやつが、なんか、ちゃんと直んなきゃいけないんだけど、プラスチック部分が折れてたから、針金つけたところで、多分直んないと思ったんで、セロテープをとりあえず貼りました。あとでグルーガンで接着してもいいし、なんか、かっこいいテープ貼ったり、シール貼っても、別に問題ないかなって感じなんだけど、だから別にセロテープでも、その問題は解決しました。次なんだけど、SR アプト入れて電源入れたんだけど、普通に電源入って、CD 読み込みそうになるんだけど、ノーディスクになるんですよ。はい。まあ、ってことでね、ボリューム、俺の最近でハマってるっていうか、もう、バカの一つ覚えなんですけど、ボリューム調節していきたいと思います。iPhone のカメラで撮影してるんですけど、iPhone のカメラバカで、右手で撮影してカメラが左になるじゃないですか。そうすると手で、マイク押さえちゃうから声が入んないんですよ。逆にカメラ側持つと手がカメラにかかって撮れないんですよ。なんで三脚にこう入れてます。ってことで、じゃあちょっと待ってね、今ね、こうやって、よいしょ。これで、行きましょう。カットしろって話だけどね。まあまあ。これね、中見えるかな。このね、ちょっと、でかい丸があるじゃん、右側に。それの斜め左上の、なんか穴が開いてんじゃん。ちょっと待って、説明できないな。そこに肩、固定して、固定できない。わかるよね。だいたい、オレンジ色のなんか底辺みたいなのがあって、そのね、一枚手前側に、ね、穴があるんだよ。あれをね、マイナスドライバーで、右側に回します。ちょっと強めに回します、僕は。うん。で、読み込めるようにしたいと思います。ちょっとやってみますね。あ、ちなみにドライバーで外したのはこの見えるとこだけで大丈夫ですよ。このたまにさ、こういうなんか何このゴムみたいなやつの中にある場合があるんだけど、僕はここら辺バーって外したら簡単でした。そう、こうテープで貼ったってことね。そうで、今ね、こう出しました。これですね、これ。あれ、カメラどこ、あれどこ、ここか。これですね。これを右に回していくんですよ。はいはい、回転してます。直りました。なんですけど、今回のこの壊れてた原因はボリューム調整をしたんですけど、最終的に分かったのはここですね。これここのさ、蓋がさ、なんかこの変なさ、なんだっけ、このね、これがね、あー落ちちゃった。針金、この針金が取れてたんですよ。取れちゃって、そのせいで蓋がうまく閉まらないんで、セロテープ貼ったんですけど、そのね、プラスチックの部分も折れてるって言ったじゃないですか。折れて、ちょっとこうなってて、CD に干渉してたんですよ、これが。だからこれをぶち取ってやったんですよ。そしたら、大丈夫になりました。はい。ボリューム調節もね、まあできたんでよかったんですけど、まあやり方も分かったんでね。はい。ということで、なんか随分楽しめましたね。30分か40分ぐらいずっとね、これいじって楽しかった。はい。直ってよかったです。そうね、使い方はわかんないんだけど、まあ何に使うかもよくわかんないんだけど、まあ、とりあえずね、うん。これで今から音楽とか聴いて、ちょっとAmazon で調べて、ちょっとどんなの機械なのかを調べたいと思います。ということでね、まあ、ボリューム調節も簡単だし、あとここ壊れてたら、なんかもう取っちゃえばいい。ここ押せればいいんだから、もう、大丈夫。なんかね、治った。はい。っていう動画でした。じゃね。Please subscribe.